皆さまこんにちは本日はお忙しいところ2022韓国の会計税務オンラインセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます私は本日司会を務めさせていただくデロイト・アンジン会計法人ジャパニーズサービスグループ JSG の武田と申します昨年に引き続きオンライン形式のセミナーとなっておりデロイト・コリアだけでなく トーマ税理士法人、監査法人トーマのご協力により、デロイトジャパンのクライアントの皆様にも多数ご参加いただいております。ではまず、本日のプログラムについてですが、5つの講義で構成されております。1つ目の講義は、内部統制報告制度、KSOX の変化。2つ目は、資金関連業務における内部統制の重要管理事項。 三つ目は2022年改正税法の主要内容。この後、5分間の休憩を挟みまして、四つ目は関税調査の最新動向及び2022年の改正内容。そして、五つ目の講義は税務調査の最新動向となっております。各講義、それぞれ15分から30分ほどの構成となっており、 事前に皆様からいただきましたご質問に関しては、なるべく講義の中でご理解いただけるようにしておりますが、講義の中でお答えしきれない内容につきましては、最後に Q&A の時間を設けて、各専門家が説明をさせていただきますので、どうか最後までお付き合いください。では、セミナーに先立ちまして、コリア JSG のリーダーである、ソジョンクパートナーが皆様にご挨拶と、 各講義の概要をお伝えいたしますソジョンオクパートナーよろしくお願いいたします皆様こんにちはご紹介いただきましたテロイトコリア JSG リーダーのソジョンオクと申します本日はお忙しいところ本セミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございますコロナの影響により昨年5月韓国 JSG としては初めてとなる YouTube の オンラインセミナーを開催いたしましたが、参加者の皆様からご褒美いただきまして、こうした二度目のセミナーを開催することができまして嬉しく思います。初めての方のために少し説明させていただきますと、デロイトには JSG、ジャパニーズサービスグループという、日系企業向けのサービスを提供するグローバル組織がございます。韓国デロイトにもコリア JSG を置いておりまして、 多くの日系企業に対して会計及び JM サービスを提供しております。また、コリア JSG は日本語のできる専門家が多いことが特徴の一つであると思います。韓国に赴任される駐在員の方や日本本社の子担当者の方とも日本語でスムーズに業務の提供ができることが強みとなっております。 本日のセミナーも20年近く実務を担当しているコリア JSG 所属の会計士が講師を説明させております。本セミナーでは韓国の会計と税務に関する実務を日本と異なる部分を中心にご紹介したいと思います。韓国の内部統制制度のセッションでは最近の変化の動向と これに対する日系企業に、日系企業の対応について説明させていただきます。続いて、資金関連業務に関する内部統制のセッションでは、資金関連の不正を防ぐために内部統制上チェックするべき、チェックするべきところを提示いたします。また、ジ務分野では、韓国の改正事業についてのご紹介とと,ともに、韓国で行われるジ務調査と関税調査の実態と、 追情ケースを事例としてご紹介する予定です。本セミナーが日系企業の皆さんにとって、韓国の解決とジェに対する理解を深める機会、良い機会になれれば幸いです。韓国は根拠地に入り、屋外でのマスク着用が免除され、少しずつ以前の日常を取り戻しつつあります。早くコロナが収まり、日本の皆様が自由に韓国に来ていただけるように願っております。 今後ともテロイトコリア JSG に多くのご関心をいただけますようお願い申し上げます。はい、ソジョンクパートナーありがとうございました。では、内部統制報告制度 K-SOX の変化の講義の前に簡単に講師の紹介をさせていただきます。今回の講義を担当するジョンヒョンパートナーですが現在、監査法部に所属しておりまして主に韓国の法律に基づいた 法定監査などの業務を担当しています。ご本人は日本のデロイトトーマツ監査法人に派遣勤務の経験があり、20年以上の長きにわたり、日系企業に対する会計監査及びドゥーェリジェンスを含む財務アドバイザリー、イファース導入に関するアドバイザリー業務など、様々なサービスを提供していらっしゃいます。では、ジョンパートナー、よろしくお願いいたします。 皆様、はじめまして、ご紹介いただきました、チョンヒョンと申します。私は本日、ここ数年間、韓国の会計業界でホットな一種となった、韓国の内部統制報告制度、すなわち、K、KSOX の動向についてお話しさせていただきたいと思います。SOX 制度に関して、日本では内部統制報告制度と言いますが、 韓国では内部会計管理制度と言います。では今から計測数の動向、そしてこのような中で日系企業がこれに対してどのように対処するべきかについて申し上げたいと思います。テーマとしては、1、計測数の動向、2、会社の対応課題の順番に説明いたします。はじめに計測数の動向についてです。 会計透明性の強化を図る目的で2017年度に発表された三大会計改革法案は会社、監査法人、監督機関、それぞれの制度が強化され制度強化の内容については去年のセミナーで講義した内容なので詳しい説明は省略しますが本日強調したいのは会計透明性を高めるために ケイソックスが強化されたということです。制度変化の内容を簡単に要約すると、対応取締役の責任強化、監査役の監督責任強化、ケイソックス関連基準の改正、ケイソックス監査手続きがレビューから監査に変更されたことです。このような ケイソックス強化を通じて会計不正の可能性を事前に防止することが目的です。続きまして、ケイソックスの強化内容について説明いたします。外部監査法及びケイソックスの基準の改正に従って、上場企業は次のようなロードマップに沿って、ケイソックス基準が単体から連結になり、 마다, 간사닝の 간사意見の水準がレビューから 간사に変わって段階的に厳しくなります高参考に k s クスの適用対象は全ての上場会社そして直前事業年度の単体資産規模1 0 0億ウォン以上の非上場会社であり以前 k s クスは日本と違って連結基準ではなく単体基準でした 従いまして、2022年度からは、上場会社のうち2兆ウォン以上は連結基準で、1000億ウォン以上は単体の基準でソ s o x 監査を受けることになります。反面、非上場会社は従来と同じくレビューであります。次は計測 o 基準の改正ですが、韓国は アメリカや日本と違って、当初 K-SOX 導入の際にはレビューでしたので、レビュー基準だけがありましたが、2019年度からは上場企業の会社が監査に変わったので、アメリカの p c a 予 b 基準をペースにして K-SOX 監査基準が作られました。一方、非常々会社の監査レベルは今までと同じく、 レビュー手続きでありますが、ただし2023年度からは改正されたケイソックス基準が適用されます。それで改正されたケイソックス基準に対して理解する必要があります。ソックス基準は日本では財務報告に関わる内部統制の評価及び監査基準ですが、韓国では 内部会計管理制度の防犯基準があります。KSOX 基準は本来アメリカの SOX 基準である構想概念をベースにして外部監査法を反映して作られた基準ですがこれらが改正されたため KSOX 基準も改正することになりました。新しい KSOX 基準は会社が整備しなければならない原則を 17個に明確化し、17個の原則を達成するための75個の充電考量事項を具体的に提示しています。新しい基準の特徴としては、内部統制に対するガバナンスの役割強化、コントロールの精密化、及び具体化、IT 統制の強化といえます。 17個の原則に関しては、後ろのアペンディクスに詳しく説明していますし、特に重要な改正内容は、次の会社の対応課題でご紹介いたします。では、ケイスソックス監査の際に主な一種になった事例を見ながら、会社が何を準備すべきかについて説明いたします。 皆様の中では、非上場会社は今までと同じく、レビューレベルで監査を受けるので、非上場会社は次の一種が関係ないのかという疑問を感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、非上場会社に対しても、2023年度から新しい計測基準が適用されますので、日経企業もしっかり準備する必要があると思います。 すでに実施された上場会社のケイソックス監査の際に、主な一週項目を例示すると、次の通りですが、この一週項目をまとめますと、1、改正されたケイソックス基準に従ってしっかり整備がされたかの一種と、2、レビューから監査に変更されたことから、厳しくなった監査手続きに伴う一種に区分されます。 一種と内容を見てみますと、一つ目は厳しい文書化の要求です。例えば、統制活動の実施手続きを立証するための文書化レベルについて意見の相違があるし、監査役の監督活動を証明するための文書化を要求することです。二つ目に、IT チェン統制ですが、 スーパーユーザーの管理、データ変更履歴、パスワードの管理、ユーザー権限の定期的なモニタリングの有無がしばしば指摘される項目です。三つ目に、修正事項についての統制不備の判断ですが、監査の際に修正事項が発見された場合に、内部統制の不備によって、 会計処理のミスが発生したと見なされる可能性が高いこと。関連統制が有効に機能していることについて証明する必要があること。有効に機能していない場合には、ソクス監査意見だけではなく、財務省用監査手続きへの影響を及ぼすことですので、内部統制が十分に整備され、 運営されていることを証明しなければならない難しさがあります。続きまして、最後となりますが、会社の対応課題についてお話しいたします。効果的な監査対応のためには、次のように、会社レベルのガバナンス体系の整備、業務プロセス統制活動の整備、 IT 統制の整備、そして、監査人間の対応能力の強化が必要となります。まず、会社レベルのカバナンス体系の整備ですが、監査役の監督体系の改善、不正に関する内部通報制度の整備、統制活動の変更を適時に把握し、アップデートできるよう、 変化管理プロセスの整備などが必要となります。業務プロセス統制活動の整備としては、変わったビジネスプロセス及び業務内容に合わせて、統制活動をアップデートすることと、主要なプロセスプロチャートの整備、リスクに基づいたコントロールの軽量化、コントロールの精密化と、 具体化などが必要となります。コントロールの精密化の代用的なものが、経営者レビューコントロール、情報の信頼性検証コントロールなどがありますが、これについてはアペンディクスをご参照ください。<laughs> 次は、監査人への対応能力の強化ですが、最近、韓国では、 上場会社の監査人をセウが決める制度である監査人指定制度によって全般的に監査の強度が高まり上場会社のケイソックス監査も実施される影響を受け非上場会社のケイソックスレビューであっても以前より強化されたレビュー手続きが実施されることが予想されますまた評価者のケイソッス業務能力と モニタリング手続きが強調されるので、監査対応者の業務スキルの強化が要求されます。次、IT コントロールの整備ですが、財務報告において、IT システムはその重要性が日々日々高まっていて、IT 統制の失敗は財務所要監査に重要な影響を及ぼしています。また、 ヒューマンエラの可能性があるマニュアルコントロールを最初化して IT 自動コントロールを積極的に整備する必要があります。従いまして IT 統制に対しても原点から再建として監査で指摘される事故を中心に改善する必要があります。次のページからアペンディクスがありますが順番に ケイソックス関連規定の紹介。経営者レビューコントロール。コントロールに使われる情報の信頼性、検証、統制。そして、ケイソックス運営上の不備の影響について説明したものですので、お時間があるときに読んでみてください。以上、厚生長、ありがとうございました。はい。 ョョンヒョンヒパーートナーありがとうございましたでは引き続きまして資金関連業務における内部統制の重要管理事項について監査本部所属のミホガンパーートナーに講義をしていただきます日本のデロイトトーマツ監査法人での派遣勤務の経験を生かし主に日系企業に対する内部統制報告制度の構築に関するアドバイザリーサービスや 内部監査の代行会計処理に関するアドバイザリーサービスなどを提供していらっしゃいますではウィーパートナーよろしくお願いいたします資金関連業務におけるあの内部統制の重要管理事項につきましてご発表いたしますあのご紹介いただきましたテロエイタン人会計法人のウィーフォークアンと申します最近大きい資金不正のニュースが続けられてまあ資本市長に 大きい衝撃を与えました不正は資金の流出をはじめとして株価の下落また会社の評判ブランドバルの下落などが伴われ政府機関の規制対象になることもありますしまた組織文化にも深刻な影響を及ぼす恐れがありますそれで多い会社さんがあの資金業務に関する統制が適切に稼働されているかまた安全装置はあるかなど資金関連 コントロールに対する関心が高まっていますまあ、短い時間ですが不正の概念また発生の要素最近の例のご紹介また主な権限の把握した上で資金管理コントロールのフォーカス項目につきまして説明したいと思いますまあ、皆様に少しでも力になれればと思いますのでよろしくお願いいたしますでは順番によって本題に入ります まあ不正というのは組織の資源または資産の積極的にあるいは消極的に個人のため使うものです。不正の種類はご覧のように三つのタイプで区分されると思います。まず横領です。実際現金を盗んだり、まあ会社の金を勝手に使ったり、ちなみにこれには一時的な使用も含まれます。また協議で支払うこと、それを横領と言われています。 最近の資金不正事故は横領のタイプが多かったんです次は腐敗です実際あの会社の資金をいずることじゃなくて自分の権限営業力を利用して個人的な利益を通る行為です例えば購買部署が購買先選定権限の利用して賄賂をもらったりまた過当な接待を受けたりなどです次は会計不正です、まあ応料 腐敗とつながって発生するケースもありますがあの財務情報利用者を騙すために個別的に執行されるケースもあります会計文書の寄贈や所有権が移転されていないのに収益を認識したりなど紛失会計が典型的な会計不正になりますこのような3つのタイプの不正は緊密に連携して発生するケースが多いです 次は不正の原因につきましてご説明したいと思います最近業務が自動化されてシステム化された内部統制体制を構築しているのに不正は発生していますやはり不正も継続進化しており人が関与している限りは公募のリスクは存在するまた経営者がコントロールをオーバーライドするなど不正のリスクはいつも存在すると見なすべきだと思います このような状況で不正リスクを避けるためにはまず不正の発生原因を把握しないといけないと思います。最初は圧迫というプレッシャーあるいはあのモチベーションです。不正を起こすプレッシャーがあるかの確認が必要です。アグレッシブな投資傾向のある資金チーム長また業務ストレスやあの昇進の漏れなどで苦しんでいるチームメンバーがいる場合はある瞬間 不正を起こす動機を持つことができます次は機械ですプレッシャーがあったとしても機械がなければ不正を起こすのは厳しいと思いますがだいぶ当制の不備や、まあ、非倫理的あるいは関心のない組織文化などから機械が応じることがありますこのような二つは会計監査人の観点でも会社の不正リスクを評価するため重要なファクターとして認識されています その他にも不正を実行できる努力例えば自分の権限を利用したりまた特定分野で特定分野で長期間勤務しながら機会を作れる努力を持ったりまたこの不正行為に対する効率化も重要な権利になりますでは最近資金不正の事例を紹介したいと思います2021年年末に職になったオーシャの事例です まあ、応用の金額が巨額であったこともありますがこの会社は事業の特性上前受け金の取引の割合がかなり高かったんですそれで資金管理が重要な統制としてまた重要なプロセスコントロールとして識別されたはずだったのに基本的なルールも守らなかったことでよりショックになったと思います主な発生原因はあの職務分担に重要な補備があったことです まあ口座管理やインターネットバンキングの、また資金振替の申請承認が。お一人で可能な状況であり。あのコントロールに使われた関連証拠の。的確性及び整合性のチェックも。適切適切ではなかったと思います。もちろん。資金管理事務所が。残高証明書を寄贈したり。積極的な不正行為を実施したこともありますが。財務省のレベルで。最優先の最優先の資産で。 あるため、重要性を殺しますと、より客観的、また直接的な外部証拠を入手すべきだったんじゃないかと思います。もしかして、ジョレベルのコントロールの責任者が、先資金事務所の方から伝えられた文章、例えばプリントアウトされた紙、あるいは画面コピーの PDF など、それを関連証拠とせずに、直接インターネットバンキングにアクセスして、 実際の加盟の確認をしましたら多分防げるはずだったと思います。つまり、統制手続きを決定することにあたって、実際に統制行為を入れることも重要ですが、統制に使われる証拠が適切であるかに対する十分な検討も必要だと思います。次は2017年の事例です。この案件も金額はかなり巨額だったんです。約2年間 1千 1, 1億ドルくらいの資金のオールだったんですよまあ大社と同様に職務分担に問題がありましたがより意味のある事件だと思いますよまずあの資金あのオール社員の B, B さんは A 社の資金事務所で約25年以上長期間勤務している方だったんですまた会社の同僚や女子の方からの評判も良かったし 不正調査役のような役割も遂行して会社の業務やコントロールのストラクチャに対して詳しい情報を持っていましたまた ERP に対しても詳しくて無制限の権限をもらいましたチーム長は法人インカの不当に使いまして銀行口座を開設また債権回収口座として活用しながら個人口座に振り込みしましたまた会社の名義で これも委員会の布団に使いまして、銀行からの仮印金の調達、また本人口座の方に送金しました。また、あの、第三者との合謀で、第三者が、あの、偽請求書を発行させて、また B さんは、あの、ERP の無制限の権限を利用して、支払いスケジュールにそれを入れて送金ができるようにしました。ちなみに、事件の後にマカオのカジノで目撃されたことで、 不正のプレッシャーは多分ギャンブルではなかったんじゃないかと思っております。で本事件は不正のプレッシャー。また機械、努力すべてが存在した事件だと思います。その他にも、あのこのような多様な、あの、鋭意エアリアから発生する不正の事例があります。まあ、簡単に説明しますと、薬食品の費用。不、ま、当、あ、な手当て。 また業務関連性のないまあ個人的な費用の支払いまた不当な採用つまり資格のない経営者の友人の採用採用したりそれも不正の一つになります購買につきましては特定関係者まあ特定取引先との交互例えば理性の請求書を発行したりそれによって資金汚料をすることまた前払い金とか仕入れ代金の備中支払いなどもありますので ご参考いいただければと思います今まで説明したような資金のの不正の例を確認しましたが主な原因は次のようにまとめられると思いますまず支払い依頼と承認業務を1人で遂行できる仕組みだったつまり職務分担に対するコントロールの設計運,用運営の面で不備があったことです2番目は また、業務、またと関連証拠に対して不十分な検討と承認が行われた。つまり、承認に対するコントロールの設計、また運用の運営の方に不備があったことです。また、3番目は、すべての権限の持っているスーパーユーザーが存在した。つまり、IT システムの権限管理の統制、コントロールが設計また運営の面で不備があったことです。 このような3つの不備があった場合は不正リスクが急増すると思いますので各社でチェックしていただければと思います今まで説明した主な原因の避けるためには少なくともまあ次のような項目を重要コントロールとして識別しながら集中的にチェックした方がいいと思いますまず口座管理です口座の開設や解約 また、口座、番号の修正の要請、また、承認、その業務は必ず分けて行う。また、周期的に金融機関確認を実施しまして、使われていない口座につきましては、内部統制のフォーカスから外されて悪用される余地がありますので、必ず廃棄する。また、帳簿とレコンシュレーションする文書は、信頼性が高い証拠を使うようにして、非定期的に 第三者の方からチェックするようにする。これが重要な観点じゃないかと思います。次には印鑑管理です。印鑑の使用や引き出すの際には、印鑑使用の申請者、また承認者、印鑑の管理者が分けられて、印鑑使用台帳が作成されるべきだと思います。 資金執行につきましてはやはり職務分担が一番重要ですがシステムに登録されていない口座あるいはシステムに登録されていない取引先への振り替えができないような設定が必要ですしまあ出入り資金振り替えの限度額を設定したりまた一定金額以上の資金振り込みには振り替えの際には関連者たちにメッセージが発送されるような設定も必要じゃないかと思います。 その他には、資金チーム内で、統一の業務を、統一の人物が、人物が、長期間遂行しないように、業務ロテーションを実施すること。また、債権取引先に対してインボイスを発行するときに、入金口座の入力、手入力ができないように設定すること。また、最後に、ERP で、最近、あの、ERP 依存度がかなり高くなってますが、ERP 上、スーパーユーザー、 マスターの権限を持っている人がいるかを調査した上で権限を削除したりまた再設定することも必要です今までは当然のコントロールの執行性を高めるためのチェックポイントを説明しましたがこれとは別に実質的な制度に対して説明したいと思います下はあの業務不正があの摘発される 割合をタイプごとに整理したものですご覧のように内部外部の方からの通報また内部監査のあの割合がかなり高かったんですその中でも通報は内部社員の方からの通報が第一だったんですつまりコントロールの不備の改善の努力とは別に不正行為に対して積極的な通報ができるようなホットラインのようなシステムを備えて 患者機能を活性化させることが現実的な効果があると思います一方、まあ、このようなコントロール不備の改善、まあ、制度の構築も現実的に重要ですがより重要なのは企業倫理不正リスク管理が効果的に遂行できるあの統制環境を構築するのがより重要じゃないかと思います。つまり誰かが私を,私を見ているなという考えを持たせること。 また不正行為を積極的にスピックアップできる雰囲気を作ることまたあの倫理的な行動が結局役に立つという文化を作るのがより重要じゃないかと思いますこれのためにはトーネットトップが一番重要です最後ラップアップですこれは警察大学教授の一言ですが資金不正は 根本的かつあの本能的な欲とつながりますので、恒常的に房がなければ続いて発生する率が高いということです。従いまして、不正を起こす。圧迫プレッシャーま個人的にまた組織的なプレッシャーがあるか、また機会が存在するかを引き続きチェックします。また、不正を実行できる。あの能力が発見でないように、あの効果的な職務分担の設定したり。 また承認コントロール及び IT 権限設定などのキーコントロール上の不備点を必ず改善するようにするまた不正行為に対して効率化を避けるために不正防止倫理教育を実施しまして積極的な通報システムを作るなどの不正リスク管理のための統制環境を作ることも重要じゃないかと思います。今ままで説明しししたあの3つを考慮しまして まあ既社の本者の資金不正のリスクレベルをご検討いただいて不正を避けるためあの現実的な措置を準備した方がいいと思います関連してアドバイスが必要でしたらいつでもご連絡ください以上資金業務に関する発表を終わらせていただきますありがとうございますはい美保管パートナーありがとうございましたでは続きまして2022年 改正税法の主要内容ですが、ここでも簡単に講師のご紹介をさせていただきます。税務アドバイザリーサービスを提供する部門で、私どもはタックス JSG と呼んでいますが、タックス JSG リーダーのキム・ミョンギュパートナーです。キムパートナーは20年以上 JSG で日系企業の移転価格に関する問題や、本人税、 日本の消費税にあたる付加価値税などを、さまざまな税務業務を担当してこられ、JSG のクライアントの投資関連のアドバイザリーもされていらっしゃいます。では、キムパートナー、よろしくお願いいたします。ご紹介いただいた金明優と申します。これから2020年度の税法の主な改正の内容に対して説明申し上げます。 まず一番で外国法人の連絡事務所、研究資料提出義務の新設の内容です。ご存知の通り、韓国での進出の形態は、連絡事務所、支店、現地法人の三つのパターンがあります。その中で、連絡事務所と関する研究資料提出の義務が新設されました。ご存知の通り、連絡事務所というのは、韓国で、業務の連絡、市場調査、常春集などの役割をする形態であります。 しかし、連絡事務所の形態で進出してから、支店とか現地法人のような営業活動、営業支援活動する拠点もありますので、それを把握するための資,料の資料提出の義務の新設がこの内容であります。ご覧の通り、改正の理由が連絡事務所を通じた租税会議を防ぐための資料確加工なので、 結局、携帯は連絡事務所ですけれども、連絡事務所以外の営業活動、営業サポートを活動する拠点は、その拠点と関する実績を韓国で税金を納めるような操縦するための会社の内容が、この新設の内容であります。提出時期は、翌年度の2月10日までですし、えー、対象の連絡事務所は、 2020年12月31日現在、韓国に連絡事務所がある外国法人が対象であります。これが新設された内容と関する外国法人の連絡事務所、現況明細書の内容であります。一番の基本事項から八番の主要業務内容までありますけれども、 かなり詳しい内容であります。2番の賃借免許、連絡事務所と関する賃貸人の人的事項まで入れるようになってありますし、職員の免許としては、職員が国内で払ってある給料、海外からもらってある給料まで全部記載するようになってあります。また、運営式の免許として、日本からの調達の内訳、 関係会社からの調達の内訳も記載しなきゃならないし、また韓国での支払いの内訳も詳しく記載しなきゃならないです。また、外国法人の本店の韓国の取引の内容に対しても詳しく記載しなきゃならないです。なので、韓国での取引先の名前とか事業者登録番号、詳細値、 またその取引先との売上の金額、仕入れの金額なども外国法人の本店基準で全部記載しなきゃならないです。また6番の場合は、連絡事務所以外に韓国にある現地法人、支店、また契約を結んである代理人の言及も全て記載して提出しなきゃならないです。また7番は、連絡事務所から払ったその費用と関する 仕入れ計算書、仕入れ税金計算書の内容も全部記載して提出しなきゃならないです。また8番の主要業務の内容には、連絡事務所が韓国で遂行してある主な機能を具体的に記載するようになってあります。 なので、まあ、携帯は連絡事務所ですけれども、韓国での別の取引先があって、その取引先と関する金額がどうであるか、また、内訳、取引の内容はどうであるかなどを把握しながら、まあ、申告した連絡事務所とこと違う別の役割、機能をやってある場合であれば、支店とか現地法人とみなして、韓国での同情するようにするという装置のための内容が、 この外国法人の連絡事務所検挙の別対象であります。なのでもう韓国連絡事務所を持ってある会社とか、また連絡事務所の携帯で韓国へ進出する計画を持っている会社は結構影響が大きい改正の内容だと判断しております。次は2番の外国法人の国際取引と関する資料提出の期限の延長であります。 この改正の内容は、支店と関する改正の内容で、今までも外国法人の韓国支店は、その、提出書として、内部の取引明細書、経費の配分計算書などを、法人者申告するとき、一緒に提出しなきゃならなかったんです。その提出期限が、法人者申告の期限以内だったんですけれども、それを延長して、次の年度終了日から、えー、末月の、末ち、末 実からその6ヶ月以内に開設したのがこの2番の外国法人の国際取引と関する資料提出期限の延長の内容であります。3番は外国人技術に対する所得税減免適用期限の延長であります。これももう外国人のある資格を持っているエンジニアに対してはもうあるまあその所得税減免の内容で もともとのその適用期限が2021年12月31日までだったんですけれども、それを2023年12月31日まで延長したのが、この3番の改正の内容であります。次の4番は、外国人勤労者課税特例適用期限の延長であります。これももうある制度で、えー 外国人の場合は韓国で総読税を納めるとき、一般的な韓国人のように、累進成立をかけながら税金を計算するか、それとも単日税率を提供して税金を計算するかが選択ができます。その単日税率が19%ですけれども、この制度の提供の期限が2011年12月31日までだったんですけれども、それを 2023年12月3一日まで延長したのがこの四番の改正の内容であります次は五番の中小企業の欠損金の早急向上共有期間の一時的な拡大です韓国でも日本のように欠損金が発生すればそれを将来的に 繰り越し向上ができる制度がありますし、その期間が15年であります。また、中小企業の場合は、欠損金が発生すれば、それを将来的に15年間繰り越し向上することもできるし、もう収めた税金に対して還付申請をすることもできます。その還付申請のまあ適用事業年度が、今までは直前の課税年度だったんですけれども、 それを一時的に解体して直前度課税年度及び直前前課税年度まで拡大したのが、つまり2年まで拡大したのがこの小判の内容であります。この早急向上雇用期間は中小企業だけに限って提供されますので、中小企業以外の会社は提供からは除外されます。 次は6番の雇用状態税額工場、工場金額の一時的な引き上げ及び適用期限の延長であります。韓国では雇用を促進するため、ある基準である企業が従業員を増やせば、その増やした従業員に対して1人当たりいくらからのその自額工場してくれますので、今まであったその雇用状態税額工場を そのまま維持しながら、また一人当たりの金額を増やしたのが、この6番の改正の内容であります。この制度の適用期限は、2021年12月31日までだったんですけれども、それを2024年12月31日まで延長したのも改正の内容でありますし、また、生掃年と障害者に対して、 使用にある会社に対して、一人当たり1,200個万ンの向上してくれたのを、一人当たり1,300万個に増やした内容も、この会社の内容の一部になります。 前のページで中小企業という言葉が出ましたので、韓国での中小企業の範囲はどうであるかに対して参考のため説明申し上げます。韓国の中小企業の判断基準は3つがあって、教習基準、独立性基準、規模の基準があります。教習基準の場合は、消費性サービス業を営んでない会社であれば、その中小企業に回答されます。 ある意味で、教習基準は簡単ですね。規模基準もあります、あります、ありまして、その教習別の売り上げの規模、売り上げ高の基準金額以下になれば、中枢企業に回答されます。ご覧の通りで、売り上げ高で1500億ウォン以下、また1000億ウォン以下、800億ウォン以下、600億ウォン以下、400億ウォン以下の教習別の基準があります。 この3つの基準で、独立性基準が一番厳しくて、一般的な外国投資基準に改正される内容であります。ご覧の通り、親会社の総資産規模が5000億ウォン以上で、韓国の原本の株式を30%以上、直接、または間接的に持ってある会社であれば、韓国の県庁の規模があまり小さくても、この独立性の基準で、中小企業から 조개 사례 맞스. 나노드 막 교수 기준. 기본 기준인데 추수 기준 추수 기원이 가이드 사도독립리새 기준인데 추수 기업억가라 조개 사례 케이스가 늦게 기업는中님이도 가만히 있습니다. 次は7番の比較可能取引対象の選定時、創出発生企業を含むことができる根拠の首になります。これは移転科学と関する改正の内容で、改正の理由をご覧になれば、COVID-17 などの特殊な状況での移転科学税制の適用における合理化であります。 これは OECD で2020年12月に発表されたガイドラインを反映した内容であります。移転学を分析をするとき、比較対象企業を選ぶときですね、今までは営業損失ができた会社は全部障害してくれましたけれども、この会社の内容によって損失が発生した会社も比較対象企業として選んで、 分析比較することができるという内容であります。つまり景気低迷などの経済状況によって損失が発生した企業も比較可能取引企業として選定が可能という内容の改善なのでこれから移転価格分析移転価格と関する文章化をするとき同時業者の立場としては役に立つ改正の内容であると思っております。 次は8番の業務用乗有者に関する費用明細書、未停止加算税などの新設であります。韓国では法人の名義で高い車を買って、それを役員たちのそのプラベートな目的で使うケースもあるので、その法人名義の車をその指摘的な目的で使うことを制限するため、 この業務助用者と関する費用明細書の提出の義務がありますけれども今まではこれを提出しなくても特に罰則などはなかったんですけれどもこれを改正をかけながら罰則をの内容を入れたのがこの8番の内容でありますこの業務費用と関する費用明細書費用をその損金参入したのにそれと関する明細書を 提出しなかった場合であれば、その損金参入金額の全体の1%を加算でとして納税しなきゃならないです。また、明細書は提出したのに、それが事実と異なってある内容であれば、異なってある金額の1%を加算でとして納めなきゃならないです。やはり今までは明細書の提出義務だけあったのに、それと関するパスコアになった、なかったのを 加算税を新設しながらもっとその事実と,事実と合う明細書をよく制するような装置の内容がこの8番の改正の内容であります次は9番の投資強制協力促進税制でありますまずこれを説明するため 次のページの参考資料を説明申し上げます。韓国の投資強制協力促進のための課税特例は未加入税制とも言います。その意味は投資強制協力促進のため法人が投資、賃金などで加入しない未加入課税所得に対しては 各事業年度の所得に対しての法人税とッは別途追加して課税をする制度であります。税率は20%で未加入課税所得に対して20%をかけてそれを法人税とッは別途収めることであります。適用対象企業は財務状態上の自己資本が500億を消化する内国法人で中小企業はこれから、この制度からは除外されます。 つまり中小企業ではない法人の中で自己資本、純資産が500億円を超過する会社はこの税制の対象になりますしもし未加入所得がある場合は法人税とは別途20%の税金を追加で納めなきゃならないです。これと関する会社の内容がこの9番の内容で先ほど 未加入所得がある場合は20%の別の税金を納めなきゃならないという内容だったんですけれどもその未加入所得がある場合はそれを当事業年度に納めることなくて次の事業年度にその繰り越しをして時期加入積み立て金としてセッティングしながらその納税を有用することができます その期間が1年だったんですけれども、それを2年に変えたのが、この9番の改正の内容であります。これもやはり COVID-19 の状況を緩和して、企業の経営環境の改善のため改正をした内容であります。以上が2020年度の税法の主な改正の内容であります。 厚生長ありがとうございましたはいありがとうございましたキム・ミョンギュパートナーの2022年改正税法の主要内容の講義でしたではここで5分間の休憩に入らせていただきます では時間になりましたので始めさせていただきます関税調査の最新動向及び2022年の改正内容について講師は引き続き金明儀パートナーです金パートナーよろしくお願いいたしますこれからは最新関税動向及び2020年度の主な改正の内容について説明させていただきます まず最新の関税動向であります。2022年度の関税行政の運用方向に対して説明させていただきます。3つの分野で FTA、審査、調査の分野であります。まず FTA 分野は RCP、いわゆる域内包括的な経済同伴者協程、また CPTPP CP、包括的な減診、 次、関太平洋経済統廃者協定などのメガエプテ活用しながら支援する予定であります。今までの業態別、品目別で運営してきた認証輸出制度を一元化して、自立証明方式への効率性を引き上げることであります。また、管理認証制度を導入で、追加認証に必要な書類を簡素化します。次は国内産業保護及び不当統計防止のため、 輸入物品などの機画を検証を推進します。P 統計使用、いわゆる原産地証明書を利用した、う回輸入 PSR、品目別の原産地決定基準の開催品目とか、新規エプテ発行局の輸入品目に対しての検証を強く進める予定であります。また PCR が付加価値基準である他国製企業の輸入物品に対しては、 患者調査チームと行動調査をする予定であります。次は審査分野です。患者調査の機能及び役割の立て直しで、今までの大企業、特定一種中心での調査から産業全般の貿易リスク管理をする予定です。また、税額審査に追加して、中間の適用性及び価格操査、有無を調査する予定であります。 저기와 기업소자치재관의관접심사 기능을 세조화 하시나가 지역 산업보호 역할을 확대할 예정입니다. 중간지 재관 이외에 기교소자치 재관도 검별의 심사 범위를 확대시나가 전신적인 심사를 확대할 예정입니다. 또 지역별의 특가 재관 운영, 오유비 재관 이외의 중간 심사 등의 쟁 에리아노 후보 유류 조사를 시나라 도리스마리 타이케를 거치크 쓰려 대대 있습니다. 주기와 조사 분야 듯. 고세 경소 시추조 파괴 쓰러 후보 코이요 기비스쿠 도리스마리 쓰려 대대 듯. 갠산츠 표지 이항 후빙로 유웃수 코이 샤당을 담에 후 고세 보이기 조사에 대기용을 확대 쓰려 대대 듯. また、安全認証会議、不良物品などの国民生活健康を脅かす物品に対しても、もっと厳しく取り締まりする予定であります。また、公的な貿易取引を襲った貿易、不法貿易及び為替犯罪に対しても、その厳しく取り締まりする予定であります。有数物品の進行科学の捜査とか、 競技有する申告などの貿易関連犯罪、また貿易及び為替取引モニタリング強化しながら、いつか高い業態代謝の厳しい取り締まりをする予定であります。次は悪魔の申請件数と関する資料であります。最近、他国際企業の移転後関する紛争が 多くなってありますので、アクバ申請の件数を参考資料として入れてみました。ご覧の通り、最近5年間の申請の件数は129件で、アクバ施行以後15年間の申請件数である182件の約71%を占めてぐらい、最近5年間のアクバーの申請の件数が急増してありますし、それと関する患者直下の決定の件数も 増えてありますなので患者庁としても2017年以降悪母を迅速創処理するための担当部署の拡大改変及び移転拡大臣の患者観点での意識が増えてある状態であります先ほど RCEP と内容,が内容と関連する内容がありましたので これは韓国でも2022年2月1日発行されてありますし、会員国は局はご存知の通りアシアンの10カ国及び韓国、中国、日本、オーストラリア、ニュージーランドなどの総15カ国が対象であります。ある意味ではこの RCEP は韓国と日本の最初の FDA という意味もある制度であります。 主な内容は日本と変わらないと思いますので、ノー者側からの準備実行に対して説明申し上げます。まず、RCEP 協定上の原産地関連規定の確認であります。品目別原産地決定基準と直接運送減則などの原産地関連規定を事前確認して、有数の付近に対しての原産地決定基準の充足、有無を確認する必要性があります。 また RCP は会員局間の検査累積基準を共有してくれますので、材料累積条項などの活用可能法案に対しての事前検討が必要であります。次は認証輸出制度の準備であります。RCP 検査証明発行方式は、期間発給方式と認証輸出自立証明方式全てが可能であります。 輸出な認証は、本部の税関及び直発税関の FTA 担当部署で審進めながら、人的要件システム要件物品要件及び法規純粋なども、純粋なども審査することができます。次は、検産地の事後検証に対しての対義です。韓国への輸出物品に対しては、相手の国の管理東京の検証要請がある場合、 または、相手から韓国輸入されたに対して、原産地適正の疑問がある場合、韓国の関税当局からの原産地調査ができますので、それと関する原産地事後検検証の準備が必要であります。 次は、関税と関する主な改正の内容で説明させていただきます。一番は、修正輸入税金計算書、発給自由の具体化であります。関税の改正を説明するのになぜ、付加価値の内容が出るかに対して疑問を持つと思いますけれども、韓国での付加価値での付加の対象の取引は、 韓国の国内での在家の供給、また駅務の供給、また海外から韓国への在家の輸入が付加価値での対象であります。なので在家が韓国へ輸入されるときには関税も負担しますけれども、10%である付加価値でも同じく一緒に負担しなきゃならないです。その中で 患者調査があって、もし患者の追徴の税額を発生すれば、追加で10%の負荷価値でも発生することでありますけれども、これと関して2013年頃までは患者調査をするとき発生した、普段した負荷価値では、一応納めてから全部還付してくれましたけれども、2013年頃の 法律の改正で、関税調査のとき、負担した付加価値では還付してくれないという改正がありました。しかし、これは納税者の立場としては、やはり、母体な負担になりますので、関税調査をするとき、発生した付加価値に対しては、修正輸入税金計算書を発行してくれながら、 完保してくれるべきという声も結構高かったんです。なのに今の法律では、この税務、関税調査の時、関税の追徴税額が発生して、また不可価値でも発生した時、関税庁から、税関から修正輸入税金計算書を発給してくれる内容が、ご覧の通り、納税者の錯誤、 また、警備な過失と簡単に書いてありましたので、実務的には、関税調査の時、普段した、不可価値税と関する修正輸入税金計算書をもらいながら、不可価値税と関する還付申請するのが難しかったんです。なので、納税者の立場として、その錯誤また、警備な過失が何であるかを具体化したのが、 この改正の内容であります。ご覧の通り、取引条件、会計勝利変更を反映せずに、一部輸入申告へ一時的な合併が発生した場合で、残りの輸入申告は適正であることが確認される場合、また、関税法上の加算要素を加えてない場合で、注意上の 注意義務では、性格的な申告の期待が難しい場合。また、関税法上の取引価格を否認して、大体の価格決定法を撤去しない場合で、通常の注意義務では、正確的な申告期待が難しい場合のように、具体化して、同性者が 関税調査の時収めた他価値税と関する修正輸入税金計算書が発行できる内容をもっと具体化しながら、納税者の権利の保護のための内容がこのように反映されました。やはりこの修正輸入税金計算書発行と関する改正の内容は重要な内容なので、 관제초원호 나이브호 루루호 우에시시모 가이세시 나가라 고랑로도리대 항의 사세 때 1922년 2월 7일부터 시행이 되고 있습니다. 개선의 내용은 앞서 말씀드렸던 내용인데, 주요 내용을 보면, 마주 말을 1방에. 修正犬税金発給をするためには、今までは発生部署で実態決定をしてきましたけれども、これからは土手社保護委員会へ事前に審議要請をして、土手社の立場として要請をすることができる内容で反映されてあります。また修正犬税金発給自由の具体化として、 そう、十個なんですけれども、その十個の内容で、主な事例の内容はご覧の通りであります。先ほど、改正の法律の内容でも一部反映されましたけれども、と、それを実務的に具体化したのが、この運営指針の改正の内容であります。 次は3番の風加工決定法の事前審査、いわゆる悪場に関する加算税の減免対象の拡大であります。今までは申告風説加算税で10パーの減免の内容はありましたけれども、その期間がご覧の通りでの風加工事前審査の結果を通報をもらった場合、その通報位から2ヶ月以内に通報された風加工の決定法によって、 回答事前審査、申請、申請以前、申告を納した税額を修正申告する場合、受賛の減免をしてくれる内容だったんですけれども、その加算者の減免対象を拡大しながら、風川区事前審査の結果を通をもらった場合、その通を追から2ヶ月以内、通をされた風川区の決定法によって、回答事前審査の結果を通をもらう前、前、前、 の日まで申告を納した税額を修正申告した場合であればそれを減免してくれるということでその赤字の部分での事前審査申請以前と事前審査の結果を、結果を通報をもらう前の日これは大体1年ぐらいの差がありますので納税者の立場としてもっと その修正申告と関する加算すの権限が、をもらえるのができることの改正の内容であります。次は4番の他国籍企業の関税課税資料提出義務違反に対しての制裁強化の内容であります。今までも海外の関連者 と関する輸入ビッピンの課税資料を提出すると関する課料の制度はありましてもし資料税務特許からのその要求があるのに資料を提出しなかったり嘘の資料を提出した場合であれば1億円以下の課料がありましたこれに加えてもし資料を提出した場合また嘘の資料を提出した場合患者庁からの その税制の要求があって、それを30日以内に履行しなきゃならないのに、また未履行した場合であれば、遅延期間によって最大2億ウォンの追加の加量の負荷ができるという内容が、この4番の改正の内容であります。予約すると、今までは資料を提出しなかったり、嘘の資料を提出した場合であれば、 1>, 1億個以下の課料だったのに、それが最大3億個までの課料になるのが4番の改正の内容であります。やはり改正の内容は海外関連者と関する資料提出の義務の履行の実行性を引き上げるための内容がこの改正の内容であります。次は最後のページで5番の 世界関税機器の新しい品目分類体系と関する関税・東京統合品目分類表の改正であります。この HS コードは5年単位で改正しますし、今年になって HS2022 が発表されましたので、それに合わせた改正の内容がこの5番の内容であります。 この新しい品目分離体系の改正の内容を反映して、今まで韓国での HS, HS 単位の品目数は12,242個だったんですけれども、それが11,293個になったのが、この改正の反映の結果であります。追加されたり、除外された内容は、まあ、ご覧の通りなので説明を省略いたします。 以上、最近の患者動向及び2022年度の主な患者の改正の内容だったんです。ご清聴ありがとうございました。はい、関税調査の最新動向及び2022年の改正内容、キム・ミョンギュパートナーの講義でした。では、本日最後の講義となる税務調査の最新動向について、講師を務めるのはタックス JSG 所属のイソンジパートナーです。 イソンジェパートナーも監査法人トーマに派遣勤務の経験がございますまたタックス JST では主に日系企業の税務調査の対応業務などを行うとともに毎年韓国 j s g で発行しております投資関連のインベストメント・イン・コリア及び税務関連の韓国租税のご案内というどちらも日本語の書籍の執筆陣としても参加されていらっしゃいます。 では、イソンジェパートナー、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。テレウタン人のイーソンジェと申します。先ほどの写真がだいぶ前の写真なので、恐縮です。私のほうからは、最近、税務調査の投稿について、発表させていただきます。 全体の構成はですね、去年とほぼ同じなんですけれども、まず税務調査の運営方向について説明しまして、統計資料として、最近の税務調査の実績を案内いたします。その後、税務調査の類型について簡単に説明して、税務調査関連の収容、報道資料を、開始経営企業に絞って発表させていただきます。 その後、収容、ー務調査一種について発表しましても予約する形にいたします。去年と比べてはですね、税務調査の実際の一種となった内容をもっと詳しくご案内できればと思っております。 まず、税務調査の基本運営方向について説明いたします。国税庁はですね、毎年国税,国税行政運営法案を発表しまして、その内容を中心として整理してみました。まず、税収の状況ですね。20年実績として277兆ウォンだったのが年2021年予算として300 兆ウォン2022年の予算として333兆ウォンまで上がってきてその金額の割合としては総国税の97% 7ほ,ほ,とのほとんどですね大体、まあ、を占めている状況で21年と比べて大幅上額編成されて、まあ、各町国会 国家財政の重要をどのように裏付けていくと、いけるのかというのが一種かなと思います。これから見ますと、税収学校法のための税務調査の強化可能性があるのではないかなと思います。次、中小企業に対する税務調査負担の緩和の内容です。中小企業に対してはですね、輸入の支援及び税務検証の廃材、 JM 調査負担を緩和する内容も発表されましたし、JM、まあ、調査の件数を1万6600件ぐらいで予想されますけれども、件数の干渉、検証とそれとともに非不定期調査の割合も小幅検証する方針だそうです。これから見ますと、法人事業者に関してはですね、件数はあの 検証する可能性はあるかなと思いますけれども、会社別の地域省 J 学はどのようになるのかというのが関心事ではないかなと思います。それは統計資料もありますので、今後の資料で話していければと思います。次、ビッグデータ基盤の高度化及びデジタル税の対応の内容です。国外関連者を利用した立ち税に対してはですね、ビッグデータ分析技法を提供し、 多国籍企業情報分析システムを高度化を推進するという内容は最近何年間ありましたけれども今年新しく発表されたのがデジタル税導入と関連関する課税権の再配分などの国際的な議論に積極的に対応していくという内容でデジタル税 企業に対する申告と検証を遂行するベースを準備したり、国際的に情報を交換するために準備する内容が主な内容なんですけれども、デジタル税というのはですね、サーバーとかを外国に置いて実際のお金を稼ぐのは韓国だったら韓国で課税しましょうという 概念ですのでその国際的な流れと合わせてですね、ま多国籍企業に関しては税務調査も強化されるという記事もありますその次収容復興税達税及び多国籍企業の租税回避の遮断です 資金を不法流出したり、釈明財産を運用したり、不公正取引などに対しては、調査の力を集中し、グローバル企業の優越地位を利用して、租税創薬の弱みを悪用して、国内所得資本を介外国に不当に流出したりする攻撃的な租税回避。 に関しては協力対処する方針だそうです。その例示としてはですね、意味的に P を介したり、取引構成を変更したり、無形資産を移転したり、不当な資本取引などを歴史しております。オプション脱税、総税戦略を活用した事件に関して国税庁の少数事例を分析したり、 類似装填に対する装填別の標準の証明を提供したりする内容もありますので他国籍企業に関してはです、ね、特定一種に関してもっと攻撃的な課税が課税する可能性が高くなってきたと思います次、税務調査の実績を統計資料から見ましょう フォルトとなっているところと赤となっているところを中心としてご覧いただければと思います。調査法人数はですね、さまあ、先ほど、まあ、全体的に検証する傾向があるという話もあったんですけれども、そ,のそれは推移としても確認できるかなと思います。でも法人別の復活税額はですね、2019年まで増加傾向 だったんですけれども2020年コビドの影響ではないかなと思いますけれども検証に転換されました地方別で税額を <laughs> 見ますとソウル庁中部庁釜ーサン庁を中心としてのまあ高い金額が維持されていることがわかります今年面白いなぁと思ったのがですねあの 新しい統計資料が発表されて、法人事業者に対する定期、不定期調査実績の,あの比較資料が確認できました。まず、平均から見ますと、不定期調査比率はですね、あの全国平均約34%ぐらいで、インチョンチョ 釜山町の不定期調査の場合はですね不定期調査の割合自体は低いレベルなんですけども検出と不可税医学においてはですね全体的に高い割合を占めている状況で、まあ、調査4局という不定期調査先端組織を持っているのではないそれが権限ではないかなと思います。 赤となっているところを見ますとですね、あの、うん、平均で、まあ、2倍ぐらい。で、陰川町と釜山町を見ますと、3倍ぐらいまで、まあ、不定期調査の不可税額が大きいケースもありますので、まあ、注意が必要かなと思います。業種別としてはですね、まあ、卸業の不定期調査の割合が高いなんですけれども、 金額的にはサービス業のが付加税額が大きいという特徴があります次、法人事業者の売上規模によって整理してみました調査の割合ですね、売上金額の規模によって増加する傾向でございます特に 売上げ10億から100億ウォン間の小規模の会社の場合はですね、売上に比べて、横の区間と比べて、付加税額が高い傾向もあります。一般的に地方庁管轄の税務調査になるのが500億ウォンを超過する。 会社なんですけれどもその区間の会社を見ますと平均調査の割合は約平均も13%ぐらいで7年に1回ぐらいでしたので2020年からはですね COVID の影響があ,るあ,るあったのが原因ではないかなと思います先ほどの資料ですね三年間であの3年間で比較してみましたまず 売上規模100億未満の会社はですね、調査件数自体は検証している傾向ではございますが、福祉税額はまあ他の区間,区間と比べては高い傾向が維持されているのがわかります。100億から500億,500億の規模の会社はですね、 まあ金付加税額は低いなんですけれども、調査件数としてまあほぼ半分ぐらいを占めている状況です。司法庁管轄の調査対象になる500億ウォンを超過する法人の場合は、調査件数は減少しているんですけれども、金額としてまあ2018年と比べてほぼ2倍ぐらい、金額が超過している傾向があります。 先ほど不定期調査という用語もあ,のありましたけれども、このページでですね、税務調査のまあ類型について簡単に説明いたします。一般税務調査というのはですね、納税ゼ務者が申告した内容に基づいて、その内容のまあ適正の会議を検討する調査でありそ、あの 所反則調査というのはですね、反則犯処罰法に該当する違反の行為があるのかを確定するために行う調査の活動です。法律としてはこの2つのパターンで分けられます。一般政務調査というのはですね、質問検査権、 に基づいて、課税、課税権の行使の目的ですので、一般の税,あの税務公務員が行いますし、15日前に事前通知が法律で決めております。調査の方としてはですね、もう申告した内容と提出した資料に基づいて、委員調査が原則となりますし、調査結果の処分としては、納税の告知という、まあ、 納税の通知ですね、納税通知の処分となります。税反こ,れあこれに反して、ですね納税反則調査というのは、ですね納税反処罰手続き法に基づいて、刑罰権を行使する目的ですので、指名された税務公,公務員が行えますし、基本、あの事前通知が省略されます。 調査の法としてもですね、強制調査ができますので、一時調査とか、新聞とか、欧州捜索ができる調査ですね。調査結果の処分としては、中国処分とか、告発処分となりますので、一般政務調査の過程で、あの租税、反則、 が発見されましたら、転換もできますし、例えば、ですね税金計算書というのが、そ,その、租税案処罰手続き法の、まあ、調査、調査ができるトピックなんですけども、税金計算書などの、まあ、違反事故が発見されましたら、反則調査に転換され、対応者に対する告発までつながる可能性もありますので、 記憶しておけばと思います先ほどあの不定期調査というまあ統計資料をまあ見ましたけれども、一般チェム調査というのはですね不定期調査で行うこともできますし、そのケースはチゼンチが省略され、資料の両チ調査の実施もできます。次は 税務調査に関する主要報道資料について、始経営企業に絞って予約してみました。報道の内容を見ますとですね、まあ、タイトルをそのままあの予約したものなんですけども、多国籍企業の調査、総税会議とか、新種オプションタッチ税のま調査とか、知能的なオプションタッチ税の権威に調査とかの,あのタイトルが ありますしその内容としてはですね下から見ますと P の会議のとか使用料所得の健全徴収の漏れわざと豪華で輸入したり経営諮問料を下断し支払いすると売り上げ再建の故意的に支援解消 することもありますし、その内容としては、ああほぼ同じ内容が繰り返されている状況で、一番最近の報道の資料を見ますと、半導体とか物理とか装備などの公共産業に対して P の調査が行うという内容で、トピックとしてはほぼ同じなんですけれども、特定の産業が、産業に対して 調査が行ったという特徴もあります最後ですねあのちょっとタイトルのところにさかのぼってその赤字のところをご覧いただけますでしょうか赤字のところであの同じくあの発見されるのがですね、まあ、点滴調査着手とか調査スタートとか、まあ、一時調査とかの表現があ,るありますけれども 先ほどのこの外国経緯の特定な一種についてはですね、あの、報道資料がリリースされた日から調査が行ったということですので、それはおそらく事前通知事を省略して、この当日から調査が行ったということですので、このケースに関しては定期調査ではなくて不定期調査で行うというのが特徴でございます。 そ先ほどの内容をあの対応的なあのパターンとしてケースを整理してみました。まず、単純、ケース1なんですけども、単純業務サポートエキに寄贈して国内 P を隠蔽したケースでございます。グローバル装備メーカーである D 社はですね、ケース 的には国内のクライアントと契約して製品及びソリューションを直接供給する契約を締結しましたけれども国内子会社は製品を購入した国内クライアントに対して単純販売サポート予約 まあ仕様の説明とか、通常の AS などだけを、のみを提供することに取引構成を設計して、T 社はですね、親会社の役員を発見しまして、実際は、子会社を通じて、クライアント管理とか販売とか AS、リスク管理などの重要な役割を全て遂行しましたので、j 務上としては P に回答するケースだったんです。 国内子会社にはですねあの、P があるのに、契約上、子会社が遂行するようになっている単純サポート役務だけの、あの、所得のみ、国内に帰属し,しまして、まあ、た、大抵の、まあ、所得を、まあ、親会社に移転したケースだったので、まあ、課税した、調査、調査が着、まあ着、着手されたケースです。 今後ですね、国内子会社の遂行機能とかリスク負担などのまあビジネス構成とまあ資金のまあ流れなどを綿密に検証して PE の陰のクに対しては協力あの検証していく方針だそうです次のケースもですね、PE のケースです 契約,を分け <laughs> 契約を分けてですね、段階的にあの受注契約を分けて、国内の,あの P を隠蔽したケースです。グローバル建設企業の E 社はですね、国内クライアントと製造工程システム設置などの建設へ勤務を提供する契約を締結しまして、国内に多数のまあ飲食員を派遣しました。 その派遣職員を通じてですね国内の建設事業現場を実際に管理コントロールしながら実際的には国内で建設役務を提供したケースです6ヶ月以上国内でビジネスを遂行するのに設計とか製作設置監督 AS までのまあ 役割をです機能をですね、取引段階別で分けて、まあ、事業を、まあ、分けましたので、実際は国内 P があるのに存在しないように寄贈して、まあ、大抵の法人の所得を移転しましたので、まあ、課税したケースです。 今後ですねあの、駅務の取引構成とか、発見、飲食員の遂行機能契約、契約関係などを総合的に検討して、国内にあの登録しなかった P に関して検証をあのしていく方針だそうです。次はですね、あの最近よくあるあの報道資料 なんですけどもよくあるパターンなんですけども今回のケースはですねあのグローバル企業の H 社からあの国内の子会社へあの装備とソフトウェアを販売のためにあのあ関連製品,製品とソフトウェアをあの輸入しましたけれども実際はあの ノウハウハ技術中の一点対価が JA 法としてはまあ使用料所得になるんですけどもそれを含めて製品の対価を支払いましたのであの実際はあの使用料所得なのにそれを事業所得に寄贈して県全徴収漏れがありましたという件です。 また、H 社から直接輸入しなかったソフトウェアに対しても使用料を支払ったりするケースもありましたので、費用,の費用が課題に計上され、まあ 自分が開発したソフトウェアを対しても、あの、使用料を、使用対価を払ったケースもありましたので、それに関して、使用料所得の源泉徴収の漏れ、及び費用の課題、計上に関して法人税を追徴したケースもありました。次はですね、あの、国外支配株主へ、あの、 持ち分を安値ででしたケースですよくあるパターンではないんですけどもあの国外の車、まあ、種支配株,株主への国外子会社の持ち分を、まあ、実家と比べて50%未満の安値でまあ譲渡しましたので韓国に義属されるべきの まあ所得が申告されなかったのでそれに関してカーしたケースですね。このケースも韓国であのもちろん法人税の問題につながりますし、まあ同じケース全く同じケースではないんですけども、韓国にある子会社の持ち分をあの日本とかあの他の国のあの株主の間で 売買するケースもあるんですけれどもそのケースも韓国で検査聴取がありますので税務上の実家の確認が必要ですのでご注意ください次はですねあの実際このケースは外資系企業よりはですねあの外国に進出している国内会社の例示なんですけれどもいあの まあ、多国籍企業にあのトピックになる税務一種のパターンが合わせて、まあ、入っているケースですので簡単に説明したく思います。まず、まあ、製品の低価輸出ですので反対にあの高価で輸入するケースも移転価格の問題になります。グループ共通の益務に対して、まあ それを提供しま,しましたがその費用を会所に受け取りすることもまあ問題になりますので反対にあの親会社に課題に支払いすることも TP 観点から一種となりますブランドをあの使うようにしましたらですねブランドを 使用料、対価を、まあ、受け取る、するべきなんですけども、その箇所に受け取りすることも問題になりますし、親会社から使用を、あの、まあ、使用され、使用するようになっている親会社のブランド費に対して、課題に支払いすることももちろん一緒になります。資金取引に関して、まあ、利息を箇所にあの受け取ったり、課題に支払ったりすることも、 政務長のにつながります次はですねあの報道資料に直接紹介しているケースではないんですけども紹介資料の,あの発表する際に半導体業種に対する課税がありましたということで半導体業種を中心としてよくあるパターンではないかなと思って整理してみましたグローバルあの半導体業種 生産装備を考えたら簡単かなと思いますけれども、その,あの製造というのは一般的にあの日本の親会社からあの生産され、韓国の産生とかのクライアントにあの直接販売契約を結んであの製品を供給することになるケースが一般的かなと思います。その設置する のはですね、あの、実際は、親会社が直接、あの、行うのではなくて、親会社と子会社の委託契約に基づいて、韓国の子会社が、あの、製品を供給し、そ製品を実際に、あの、クライアントの現場で設置したり、AS を提供したりすることも、まあ、頻繁にあるかなと思います。このケースは一般的に、あの、 対価を親会社からあの受領し、受け取りしますので、それに関しては、自治務としても VAT、あ不可価値税法で,ですね、不可価値税法上、税労、税率で税金を納めないことが一般的です。このケースはですね、このケースの役務の場合は、 あのジェ,ロジェイリッチを提供するために要件が2つ必要なんですけどま、まず、1の要件の見合わせと、国内であの P のない外国法人に供給する。と、2はですね、専門、科学及び技術、サービス業にまあ当たるというが条件です,ですので、e c m の場合は VAT 法,法と試行例で回答する。 駅務のみ JO、JOJH ができるように、歴史していますのでこ、のこのケースはですね、技術サービス業に回答するのが必要ですし、それに、 加えてあの日本でも同じようにあの免除することが、まあ、相互主義ですね条件となっております今までの内容は皆さんご存知の内,内容かなと思いますけれども私の税務調査の過程であの一緒になったのはですね条件1だったんですこの,あの絵にも書いてあるんですけれどもこの要液ってあの要液というのはですねた どの法人からどの法人に提供することになっていると思いますか設置サービスというのはですねあの国内子会社がクライアントに提供したとしたらですね条件一致 外国法人に供給するという条件にあの満足できなくなりますので、その前提から判断しますと、このケースはゼロ税率が否認され、まあ、10%の一般の課税するが必要かなと思います。でも実際はですね、あの我々のケースとしてはですね、 この実際の設置は、設置自体は、子会社が行いますけれども、実際の,あのこのサービスの,あの効果というのはですね、契約でこの活動を委託した親会社に帰属されますという反論で、論理であの課税されないようにディフェンスしましたので、この条件2を 含めてです、ね、条件1置もまあ大事ではないかなと思います次最近改正税法に関するまあ調査の可能性があるのではないかという内容ですああの研究所を持っている会社はです、ね、あの研究計,計画書とあの開発報告書を区別するようになってまして 内容としてはですね、R&DJ 学工場を提供するためにはですね、計画書と報告書などを法定様式によって作成及び保管する義務があることで、まあ、FI2020 年から提供されます。その含まれる 内容としてはですね、研究のタイトルを含めてですね、その目標と内容と、まあ、そのプロジェクトの着手の時点を含めて、実際の成功の部署とか、まあ、投入の要素人力とか費用まで記載され、され、記載しなければならない、ならないますし、報告書にはですね、あの、 契約あの研究会タイトルを含めて実際の概要と収容内容、推行機成功行内容、成果を含めて参考資料と商標まで準備するようになりますのでより厳しく記載しなければならないと思います。JM、調査の 時にですね、あの、調査を行う前まではですね、準備することまでが義務なんですけども、まあ法律的にそれが明確化となってますので、事務調査の時、その資料と商用ありますかとして、提出しなかったら、課税のリスクが高くなってきましたので、注意が必要なか、必要かと思います。今まであのトピックに関してですね、あの、 まあ去年よりは船と比べてはあのより詳しく説明したくと思いましたけれどもああの、まあ、詳しい内容はあの後で今後また機会があればせまた説明したく思います。 全体の内容をちょっとまとめ,まとめてみました。税収容産があの大幅増額されましたので、法人に対する税,あの税務調査強化の可能性があの強化されましたし、国税庁はあの不公正脱税及び宅設計の総税回避にはあの厳しく対応し、 まあしていく方針ですので、じゃあ主が注意,が注意あのまあ、注意が必要かと思います。特にあのオプションダッチ税租税戦略を活用したまあ訴訟にも積極対応する予定ですので、まあ、攻撃的にあの改善するケースもまあ今後増加していくのかなと思います。 統計資料から見ますと全体の調査件数及び金額、検証少移行ではありますけれども法人事業者に関しては体験される検証の効果はほとんどないんじゃないかなと思いますしむしろ、収入金額売上金額500億円超過法人に対しては平均、負荷税額が超過している傾向もあります。 報道資料から見ますと、国立はまあ重点調査トーピックに関しては、厳しく対応して、そのトーピックに対しては不定期調査で行いますので、事前秩序なしで資料を了知して調査するケースもあります。以上から見ますとですね、定期調査の,あのサイクルを考慮しながら、外国経営企業の,あの特定一種に関しては、事前まああの準備がまあ大事ではないかなと思います。 まあ皆さんもご存知かなと思いますけれども事前事務診断とか遺伝学文書科文書化とか API などの方法もありますしあの最近 P などの一種もあの上がってくるまあ傾向もありますので特定一種に関してはそれに絞ってまあ事前検討する方法もあるのではないかなと思います皆さん私の発表は 以上で、あの私の発表が一番最後ですので、集中力もまあ低いなっていったかなと思いますけれども、今まであのの内容をこう成長をいただきまして誠にありがとうございます。イソンジェパートナーありがとうございました。これで本日予定されておりました全ての講義が終了しましたが。 最後に参加者の皆様より事前にお寄せいただいたご質問についてお答えしていきたいと思います。まず、K、KSOX 関連の質問について、2つ続けて、ジョン・ヒョンパートナーより回答していただきますジョンパーートナーよろしくお願いいたします。まず最初のご質問ですが、KSOX と JSOX の違いについて説明いたします。 先ほど講義の中で説明しましたが、日本は初めから連結基準で監査でしたが、韓国は団体基準でレビューということが大きい違さでした。これが韓国も上場会社は連結基準の監査に変わることになりました。しかし、非上場会社は依然と同じく団体基準のレビューですね。 ついでに、日系企業の重要な韓国子会社の場合、本社の連結ソックスの目的で、今まで監査実務について少し説明しますと、韓国のレビュー手続きに伴う監査結果をそのまま活用する場合があるし、韓国ではレビューであるから j ソックス監査レベルでソックス監査を受けるケースもあります。 韓国子会社の重要性に従って、その取り扱いは異なりますが、レビューと監査はそれぞれ、その監査手続きのレベルが違いますので、レビュー結果をそのまま監査に活用することが適切なのかについて、検討する必要があると考えられます。ご参考に、韓国のソックスレビュー手続きとしては、 全てのキーコントロールに対してテストを実施する義務がなく、監査人の判断により一部、例えばデベイト韓国の場合はキーコントロールの20%程度しかテストを知っていないし、整備の水準、監査人のテストの範囲などにおいても、そういう点があることに留意する必要があります。引き続きまして2番の質問ですが、 非上場会社に対する k ー,ークスの外部監査人の認証水準がレビューから監査に強化される可能性とその実機についてお話しいたします。非上場会社については、現在としてはですね、発表された計画がないです。1000億未満の上場会社に対しても、当初、ロードマップによると、 監査に変更される予定でしたが、会社の負担を考えて、従来の通り検討で維持することも検討しているという話もありますので、個人的には、非助長会社に対して、レビューから監査に変わる可能性は低いと思われます。私からは以上です。ジョン・ヒョンパートナーありがとうございました。 続いての質問は、韓国の内部統制に関する質問です。こちらは、ウィホガンパートナーに回答していただきます。ウィパートナー、よろしくお願いいたします。質問三番です。最近、急調しているピッシング関連事例及び内部統制法案に対するアドバイスを依頼しました。答えは、この三番、a 三のようにまとめましたが、ご説明いたします。 まず、イメールヘッキングを通じたあの貿易詐欺に関する被害事例が毎年発生しています、まあ。最近5年間は約2580件、まあ。金額では、コリアワンで約1380億円相当になります。それで2021年中2月に、金融監督員も外観貿易詐欺取引に対する注意事項を発表したことがあります。ご参考いただければと思います。まあ、貿易詐欺は、 まあ、E メールハッキングから始まりますので英語ではス,スプーピングと言われてます主に二つのパターンがありますがか一番一般的なパターンは次の絵のようになりますまず正常トリをやっている輸入業者 A 社また海外で輸出業者 B 社がありますまあ、先半 C は A とまた B の E メールを長期間ハッキングして綿密に準備します また C は適切なタイミングで B の振りをして A に虚偽メールを送りまた口座変更を依頼します A は変更された口座に式の振り返りし,してしまうパターンになりますあの C はあのメールの発送の時にあの既存の A と B の,あの内容をべて把握してましてメール上に B の癖も同じように真似をするので 意外にやられている会社多いです。スコーピング被害を避けるためにどうすればいいかにつきまして。まず金融監督員の方から、あのこのような予防活動の事例を紹介した。ことがありますので、共有いたします。まあ、3つになりますが、あの取引先。また、取引先銀行の所在地国が違う場合、またと。送金履歴がない口座への最初の振り替。 あるいは、あの、長期間使われていない口座への振り替を。疑い取引として、モニタリング対象に選定して管理する方法。また、主な管理先。また、あの。主な取引先及び、あの、取引口座を均衡に事前登録して。の均衡は、事前登録されていない。取引口座ではないんであれば。あの、送金が不可能に設定すること。また。 取引先の e メール及び決済口座が基準と統一であるかを、綿密に徹底的に確認するような社内教育を実施すること。特にあの取引先担当者の e メールアドレスが微妙に違うケースがあります。例えば、あのドットップが1つよりまあ、ドットップがもう一つ付けられたり、il のようなアルファベットが付けられたり、見えないずれを見逃すケースがありますので、全社員の注意が必要です。 また曖昧な時にはあのメールをもらいまして直接連絡して確認してから送金することを会社のプロセスに入れることもあります。一方2017年度この BC アテックと言われますがビジネスイメールコンプロマイス BC アテックに対してそれを避けるために FBI がチップを発表したことがありますので参考していただければと思います。 6つになりますがまず電子メール交換サーバーに特定アカウントに対してコンピュレーションの変化また規則の変更などがあるかを頻繁にモニタリングするまた組織の外部の方から E メールが届きましたらそれを簡単に把握できるような電子メールバナーを追加することも必要また p c アテクおよび E メールフィッシングシナリオ仮想のシナリオを作って 各ユーザーに対する教育を実施すること。これは訓練、トレーニングになります。また、既存インボイスを変更、また、銀行口座情報及びあの連絡先情報に対する変更を依頼した場合は、それは必ず検証することを会社のポリスに立てる。ポリスとして立てること。また、E メールによるあの支払い依頼及び個人情報要請につきましては、対応する前にリクエスター、依頼者に電話に 連絡して電話で連絡して確認することも重要ということです。また支払いの際にはあのまあ、輸入者また輸出業者両者でサインアップしてから実施することもこのチップの方に入りました。このようなあの金融監督員の案内また FBI の案内もありましたのでご参考いただければと思います。以上です。 では次は韓国の関税に関するご質問です。こちらはキム・ミョンギョパートナーにお答えいただきます。キム・パートナーよろしくお願いいたします。質問4に対しては私が答えさせていただきます。質問の内容は関税評価額と移転価格税制の取引価格についての内容であります。質問は2つでまず移転価格上認められている 価格調整金や APA の報酬調整などは、関税評価額には影響しないとの認識ながら、関税調査があった場合、上記の理由による説明で、関税評価額の妥当性を税務調査官に理解してもらえるケースはあるのか次の質問は、関税調査による追徴があり、関税の 修正申告を行った場合、移転額税制の取引価格の修正にも影響する内容であれば、税関からの指摘事項を理由に、法事での構成の請求を行うことは認められるものかこの二つの質問であります。まず上の質問に対して答えさせていただきます。 営業利益の損益調整金額を払う場合は、その払い金額が輸入物品と関連性がある場合で、実際の支払い金額、または事業帰属利益に見て、患者の課税科格に含めてあります。実務的にも、患者調査で営業損益調整支払い金額が輸入物品と関連性があると、 判断して追徴したケースがたまに発生しております。もし、所得調整の支払いが発生した理由が輸入プッピとは関係がない。例えば、国内反感医の節減、輸入プッピとは関係がない疫務取引と関する理由であれば、関税評価には影響を及ばないです。 また、営業損益の調整金額をもらう場合は、還付はしてくれないです。還付をもらうためには、クバまたは APA 承認業態として、J 関へ輸入物品取引価格調整計画書を提出して、暫定申告をしなきゃならないです。2番目の質問に対しての答えです。 国際,国際取引調整と関する法律第19条によれば、関税公正勝負による国,国税の公正撤去は可能ですけれども、修正申告はできないです。その根拠は先ほど申し上げました国情報の第19条でありますのでご参考ください。以上です。 キムパートナーありがとうございました続いてのご質問は韓国の税務調査に関する質問ですこちらは2つ続けてイソンジェパートナーに回答していただきますイーパートナーよろしくお願いいたしますはい、税務の質問には私の方から答えいたします最近の移転科学課税に関する税務当局のスタンス特にあの会社経営企業に対する政権交代によるあの。 変更などが要素されましたら教えてくださいという内容ですね。一点価学の一種としてはですね、今までは製品と商品の,あの科学自体が典型的な TP 一種になったんですけども、まあ、グループ間の溶液にたか関する、まあ、の箇所、受け取りとか課題,にし課題支払いと、執金取引に 関する利息の過剰受取りとか課題支払いも一になります最近はですね特に使用量の対,対価をあの漏れがありまして源泉徴収漏れに対しての課税ケースもありますし P 関連の調査も結構強くあの行っていますので注意が必要,必要なところではないかなと思います。 政権交代に関してはですね、あの、今年3月末に、あの、もう、すでに大統領、大統領、職、 引き受け委員会に国税庁が出席しまして中小企業と雇用創出企業に関しては税務調査の負担を緩和する内容で報告したそうです。ユン大統領はですねあの大統領に就任する前からですねあの経済にかあの対して基本的に民間リードとあの企業に親しいというあの。 基調をもていましたので、それに合わせてまサポートしていくという内容ではないかなと思います。ただですね、あの私のあの発表資料にもありましたけれども、それは大抵あの国税庁のあのそのサポートの法案保険というのはですね、あの小規模の会社とか個人事業者に対するサポートの法案ですので、ま中堅企業へ までその効果があるのかと言いますと、日系企業に関しては、税務調査の件数は減,ら減ってくる可能性はあるんですけれども、むしろ、開始経営企業の特定一種については、攻撃的な課税も予想されますので、件数は検証される。 可能性ある,あるんですけども、追徴税額としては、まあ、浄化する可能性も、まあ、以前として、まあ、あるかなと思います。次の質問はですね、あの、視点として同期している韓国の拠点について、まあ、税務、最近は税務調査を受けたことはないんですけれども、その資格を維持することに、 関してかね。視点はですねあのあの韓国の税用上の取扱いとして、まあ、税額向上ができないということぐらいしかぐらいだけ違いますし、まあ、法人と基本、まあ、取り扱いは同じかなと思います。 でも、韓国で支店であの進出するケースは、本格的なビジネスをあの拡大する前の段階ですので、大体親会社の,あの単純サポート活動だけやって、マークベースであの5%からも10%ぐらいの,あの費用プラス利益だけをあの請求するケースも多いかなと思います。 先ほど私のあの説明発表資料でケース1とケース2があの P の件だったんですけどもその P のあの課税事例というのはですねあの予約しますと実際は P が成立するのにまあ形式は単純に勤務サポートだけを遂行することでそのケースが課税されますというケースだったんです親会社のあのビジネス の中では重要な機能を韓国の視点が遂行しているのに実際はマークペースとか一部の対価だけ韓国で申告しているケースがもしかしたらですねピリスクが高く なりますし具体的にはですね親会社のための親会社が直接韓国で販売する製品などに関して直接マーケティングをしたり契約管理を加入したり AS を行ったりすることを視点でやっているのであればですね全体の機能から見て韓国で P が成立する可能性もありえるかなと思います。 最近、韓国の開催地、英語にもあるんですけども、韓国で、あの、支店とか連絡事務所をあの多数で、あの、置いているケースがあったらですね、それを、あの、それぞれ見ると、単純なサポート、 昨日なんですけどもそれ合わせてみますと全体的に「注意をです」という結論に至るんだったらそれもあのあの P が成立する可能性がありますし改正税法上でもあの説明あったかなと思いますけども連絡事務所の,あの 検挙の,あの申告義務もできましてまあ韓国におく連絡全ての連絡事務所に対するその情報も提出することになりましたのでまあ視点においてはそのあの実際の機能とリスクから見たらあの重要な役割,とかあの役割などを成功しているのではないかのチェックが大事かなと思います。 以上です。イソンジェパートナーありがとうございました。Q&A の時間を通して皆様よりいただきましたご質問のうち代表的なものをピックアップしてお送りいたしましたがいかがでしたでしょうか。今回は YouTube での配信ということで限られた時間で全てのご質問にお答えすることが難しくリアルタイムではなく事前質疑の受付という形になりましたことご理解いただければ幸いです。 その他、韓国 JSG に対するご意見、ご要望などございましたら、下記のメールアドレス、d e イ o j s g c o m までご連絡いただければ、誠心誠意対応させていただきます。なお、事前に参加をお申し込みいただきた、いただきました皆様には、後ほど、本日の講義資料とともに、簡単なアンケート用紙をお送りいたします。 アンケートにつきましては、皆様の率直なご意見、ご要望をいただければ、今後のセミナーに反映し、より皆様のお役に立つようなセミナーにしてまいりたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。ではこれで、2022、韓国の会計税務オンラインセミナーを終了いたします。本日は長時間のご清聴誠にありがとうございました。